どうもお疲れ様です。舞姫大学の特別講義です。で最近ね、ナミさんの方から潜在意識、顕在意識のテーマで動画の方送られてきてますんで、私もね、自然と考えることが増えたんですけども、あの習慣っていうのはおそらく、潜在意識なんでしょうね。で習慣っていうのは最初はおおむね3週間と言われてるんですけども、意識して日々そうしないとなかなか身につかないんですよね。だから顕在意識が最初は働くわけなんですよ。顕在意識によって自分が習慣化しようと思うものを、苦手であろうと不都合であろうとせっせと取り組むことによってね、だいたい3週間ぐらい同じことを続けていると、それが習慣化して、いわゆる潜在意識になると言われてます。だから私はね、これを結構信じていて、じゃあ例えばネットビジネスで YouTube 動画を作るぞって言ってもね、最初の1ヶ月作り続ける人って、それが習慣になって動画をアップロードしてない日とかがあると、まあ、気持ち悪くなっちゃってね、いや1本ぐらい撮っとこうかなっていう風になるわけですよ。そういう風に潜在意識が自分の顕在意識を突き動かして、実はその自分のね、習慣を作ることっていうのは、これさえできればそんなに難しいことじゃないんじゃないかなと思います。で私もね、今こうやって5時半から朝ライブ放送してるんですけども、そうなるとだいたい2時間から3時間かけて、それまでの作業やメール返信っていうのを済ましておいて5時半に臨むわけなんですよ。まあそういうふうに暮らしが組み立てられるわけですよね。で結果、私の場合は5時半のライブ放送を6時までやると、そこで、生活がリセットされて、今日も1日スタートするぞっていう気持ちでね、6時なり6時半からがスタートできるわけなんですよ。そしてライブ放送の前っていうのは、ライブ放送が始まるまでにいろんなことを済ませるわけなんで、それがだからね、潜在意識になってるってことなんじゃないかなと思います。ですんで2時とか3時に勝手に目覚めますよね。でそうなると前日の8時とか9時に眠たくなるわけですよ。でそうなってくるとね、夕食はだいたい5時ぐらいになるし、まあ、お風呂に入ったりとか、その後の1日のリセット作業ってのは6時から7時になるしって感じで、この24時間1日ってのがね、もう自動的に組み上げられて、この暮らしがもう何年も続くわけなんですよね。で、もうちょっと前、10年ぐらい前ってなってくると、私はあの、麻雀店を経営してましたんで、大体麻雀店の店舗の方がね、10時半からお店に入って、いろいろと準備をして、そしてお店が営業開始するのが11時半ぐらいです。営業が終了するのが12時。それから閉店作業すると、大体深夜1時になるんですけども、そっからね、一休みしたりとか、夜食を食べたりとかしていると、大体3時とか4時になるわけですよ。明け方ですよね。でそっから眠って起きるみたいな作業をして、だいたい朝9時に起きるわけですけども、睡眠時間が4時間から5時間って感じになります。これが1日のサイクルで無意識に回っていってたんですよね。だから16時間勤務、当時は短くても13時間とか14時間の勤務でしたけども、それが習慣化してるんでね、特に苦にならなくなるわけですよ。体ができちゃうんですよね。で朝出勤してお店の整理をして、お客さんが入り始めるのが11時から11時半。でそっからね、一息ついたらもうね18時ぐらいになっていて、あ半分終わったなみたいな感覚なんですよ。で18時になると、あとはねお客さんがコアタイムって言っていっぱい入ってくる時間になりますんで、あの忙しく対応してるうちにもう1日が終わって、あもう23時か24時かみたいな感じでね、本当に1日ってあっという間でしたね。で今はね結構ねのんびりと時間過ごさせてもらって、あのよくね年齢とともに時間の立つのが早く感じるって言いますけども、私の場合そうじゃないんですよ。結構時間ってゆっくり今ね毎日過ごしているような気がしますね。まあですんで四季の移り変わりを楽しんだり、道端に咲いてる花をねめでたりとかね、なんかのんびりと近所を歩いてるじいちゃんやばあちゃんにね声かけてみたりとかっていうのができてるかなと、昨日もねちょっとしたことがあって、海辺の町に行って、そこでね煮炊きしてるお魚とか軽いお弁当とかを買ってきて家に持って帰ってね、まあ、お昼食べてたわけなんですけども、だいたいねそれもね片道1時間のところに行ってるわけですよ。で十分日々を過ごせてるなというふうに思ってるんですけども、私が港町を好きなのも最初からそうだったわけじゃなくて、通い詰めてるうちにだんだん好きになっていったんですよね。要するに落ち着くようになったわけですよ。それも多分ね潜在意識のなせる技じゃないかなと思うんですよ。何に、なんかこの豊かさを感じたりとかね、安らぎを感じるかっていうのも、もしかしたら潜在意識が顕在意識を休ませようとして働きかけてるのかもしれないなと思いました。ですんで以前の麻雀店での暮らしっていうのは、なんかね自分の店に来るとちょっと安心感があったりとかね、蛍光灯の下で
麻雀の音を聞いてるとホッとしたりとかね、あ、自分のホームに帰ってきたなみたいな気がして、人工物にものすごくね潜在意識を縛られていたのかなって気がしますね。もう今はもっぱら自然環境に、私の潜在意識は溶け込んでいるような気がします。うん、だからなんかねこう豊かで平和な気持ちになるのかなと思いますね。まあ単純には言えませんけども、最後にまとめるとすると、まあ自分の部屋の中にいるとね、うん、なんとなく落ち着くことはあると思いますけども、多分潜在意識はすごく淀んでいくんじゃないかなと思いますよね。うん、それよりも自分の部屋の中だけを自分の空間とするんではなくて、この地球全体、空という屋根とかね、それから大地という地面とかね、こういったものを自分のマイルームにすること、地球こそマイルームにすることによって、なんかもうちょっと大きなね、ガイア生命体と一体ができるんではないかなっていうところまでね、話が広がるわけなんですけどね。まあ、だから自分も自然の一部なんだなと感じることができてきたってことですかね、最近はね。はい、じゃあ戯言はこのぐらいにしまして、今日も頑張っていきましょう。お疲れ様です。